ここは知名度、常識、教養などいろんなものが足りないアイドルたちが通う私立足りないハイスクール。将来への危機感さえ足りない彼女たちはチャイムが鳴っても騒ぎっぱなし。とそこに探しちゃうなが足りないキューちゃんです。ハイキングオーディングで嵐なすぎるよこれ。ちなみに推しメンとかいる？推しメン、推しメンでーこの番組は協力とご覧のスポンサーの提供でお送りします。エレナは？エレナ、え、なんでまたエレナ？可愛い、怖いな。ちっちゃくて可愛いのはキューちゃんタイプなんや。じゃあ松田さんは誰ですか？僕はですね、ちょっと真剣にいきますよ、はい、篠田さん。うおこれマジよ。私この後にはね、ガチです。オッケー、松田さん俺も篠田さんやから。あ、本当ですか？うん、じゃあ SD でいきましょうか。篠田さんどうね。つまんない。え、なんやつまんない。つまんないし、やりづらい。やりづらい。勢いで登場した割には、うん、つかみがなんか足りない。どうするキューちゃん、つかみぐらいあるわ。おやったね、やったね。先にお前コーラとかいいんじゃないの？コーラじゃないのやってやれよお前。おじゃコーラじゃないの見せてやれよ。違うのやってやれ。ヒミヒミヒミ。ごめんねキューちゃん。コーラやっていいんすか？いいよ全然やろ。よっしゃキューちゃんいったろ。ミスター鈴木くそスパーイリュージョンショー。いけいけいけ。それでは今からこのコーラを一気に飲んで、よし、ゲップをせずに徳川十五代将軍の名前を全部言い切ります。お前らできないと思ってんだろ。言います。よっしゃ、よし行け、グイグイと。すごいな、ロイプリ。これ今日ちなみに7本目ですからね、仕事中に。言っとりますけど7本目コーラ7本目残ってんじゃねえかお前。お約束で。ありがとうございます。いいんだいいんだ、早くやれ。よし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 、いった、見せてね。よっしゃ、いけいけ、いきます。お家康、秀忠、家光、家綱、綱吉、家信、家継、吉宗、うん、家重、家春、家成、家吉、家坂、家持、吉信。よっしゃ、まさかの成功だぞこの野郎。さっきやれてんぞお前。うっせえなこの野郎。ひみこさん。とその時、おいリーゼント、暴走族のくせに彼女とキティちゃんのノートで交換日記してたお前だよ。よっしゃほら。本当に恥ずかしかったよ。やめてくださいよ。なやこれ。私はこの子たちの担任の先生だよ。お前らの足りなさはよく分かったから、どっちが足りないかゲームで蹴りつけな。何このクオリティの低いモノマネ。落としちゃやーよ、足りない48。足りない48とは、何かが足りない画像を見てその足りないものを当てるゲーム。間違えたら粉まみれ、全員間違えたチームが負けとなります。さてゲームの前に誰だこれ、誰誰これみんな疑問に思ったよ。誰だ誰だお前は、誰だ貴様。あ、旦那君、待って待って待って、私は行くの。後ろに来れないんですか。足りないくん、足りないくん。何この、めっちゃ足りない。やってきました。足りないじゃないよお前。結局足りないくんの説明は足りないままゲームスタート。今回対決するのはこの8人です。先攻は AKB チーム、バッドボーイズチームは間違えそうな人を指名してください。はい、じゃあ問題、何が足りないんでしょうか。何が足りない。ない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 
ない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 せーの、おのようなはい、エレベーターこちらに来てください。ないないない、なにかない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 、なにかない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 、なにか足りない。高森さんの看板みたいなやつが、が足りない。足りない、失敗しちゃった。足りない、足りない。残念でした。残念残念。ないないない、何かない。ないないない、カタラ。え、何言ってんの？違うでしょ。え、足りないく、足りないく、足りないく。うわ、誰？足りない。マイナー。あった。ないないない、何かない。ないないない、何かない。ないないない、何か足りない。犬が持ってる、あ、違う、犬と繋いでる紐がない。足りない。実は犬を繋ぐリードが足りませんでした。現在残り3人ずつのイーブン。続いての問題です。はい、何が足りないでしょうか。頭の髪が足りない。これはサービス問題。でもこんなに髪の毛があったんですね。さて続いては何が足りないでしょうか。何が足りない。この難問にバッドボーイズサタが挑戦。そして足りないくんが手に持ったのはこれはなんと野球のバット。バット本物だったよ。白が足りない。白のラインが足りないやろ。そう、白い部分が足りませんでした。さて両チーム現在の状況は2ということで、バッドボーイズチームがリードしています。よっしゃー。はい、問題、はい、何が足りないでしょうか。これ難しいよ。ミュージックスタート。問題はここからレベルアップ。よく考えてね。宮沢。はい、さえちゃんどうぞ。ないないない、何かない。ないないない、何かない。ないないない、何か足りない。
点。白い点って何ですか？止まってますみたいな点が足りないと思ったんですよ、丸のところ。あー、さえちゃん何言ってるんだろう。聞いても分かんない説明が足りない。はい、佐藤さんどうぞ。やっぱり足りない宮沢はともかく、答えはどこかの駅名です。ないないない、何か足りない。西日暮里駅が足りない。何？西日暮里駅。正解は西日暮里駅が足りませんでした。次はかなり難しいですよ。何が足りないでしょうか？ミュージックこれはかなりの難問。ヒントは上半身です。クソババー。ないないない何かない。ないないない何かない。 AKB チームはクソババーが答えられなければ全滅。奇跡の大逆転はあるのか。このガリガリ君に足りないものは一体何？チーム最年長のクソババアが意地を見せるか。間違えれば AKB チームの負け。何か足りない。どうぞ。ガリガリ君の虫歯。ガリガリ君あるよね。ガ足りない。足りない。そばば。そばば。そばば。だいぶ痛かったよ。じゃあ何が足りないか分かんないですか？何が足りないかってもう買ったしね。ね。それ言う必要ないし。ということでゲームは終了なのに急遽サタが答えることに。果たして答えられるのか。ないないない何か足りない。どうぞ。サタさんマジでわからん。10円ハゲが足りない。ゼロ。足りないく足りないく足りないく。このガリガリ君には眉毛が足りませんでした。ということで今回の勝者はバッドボーイズチームの勝ち。さあ続いては衝撃の新コーナー。お前らにとってですね、とってもためになるものがこの春発売されたので、ちょっとこんなことをしていました。2008年春、グラビア界の歴史を変える画期的なカメラが発売された。それがこのカシオエクシリム EX。 なんと40倍速のスローモーションが可能という驚異の撮影が実現。肉眼では見えない動きを記録できる、まさに夢のカメラ。そこでこちらのカメラを使い、 AKB48 の普段見ることのできない表情を激写。皆様にグラビアを超えたスーパーグラビアを見せちゃいます。超未来型グラビア撮影会。5月某日、番組ホームページ用の写真撮影と称し、嘘の撮影現場をセッティング。普段と変わらない撮影で何も気づかない AKB たち。しかしカメラマンが手にしているこれがハイスピードカメラ。シーン1、タートルネックをセクシーに脱ぐ。まずは私ナレーター岩見の推しメン大島優子。いやー非常に可愛いですね。でもハイスピードカメラを使うともっと可愛く撮れちゃうんです。目線こっちだからね。あーこっち向いて、こっち向いて、
野呂佳代。AKB のお笑い担当なのにこの可愛さ。でも皆さん、この後もっと可愛くなっちゃいますよ。いや、絶対に。突然のハプニングにびっくりした表情。まずは小野エレナ、14歳とは思えない大人びた表情、お美しい。でもハイスピードカメラで撮るともっと美しくなっちゃいます。野呂佳代、うわー、ノリノリですね。もっとファンが増えちゃうかもしれませんよ。はい、以上、超未来型グラビア撮影会でした。この中からですね、スーパーグラビア大賞を決めたいと思います。清田の独断と偏見で一番大賞にふさわしいと思う写真を決めてもらいたいと思います。スーパーグラビア大賞は大島優子。ギャップがありましたね。なんか今までそういう表情見たことなかった。そうやね。まあ野呂とかは全然そのまんまだったんですけど、そういうのはやっぱちょっとお笑い担当というもう呼ばれてますから、まあね、なんでこういう時の顔をもっとブザイクなやつにしてくれないんですか。この後水着映像満載のニュース48。ニュース48の時間です。こんばんは、篠田マリステルです。ワンバンコ新橋一行です。マリちゃん久しぶり。ブリ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 トニースピアーズ。まず最初のニュースです。辛いなこの年の。 AKB チーム A の屋敷ゆかりんこと佐藤ゆかりさん19歳がファースト写真集とファースト DVD を発売することになりました。今年で20歳になる佐藤さん、10代最後の姿がこの写真集と DVD の中に凝縮されていて、ゆかりの魅力が余すところなく堪能できるということです。なお発売を記念してイベントが開かれるということです。ちょっとマリちゃん、ちょっと今集中したいからちょっと黙ってもらえる。今いいとこなんだから。すいません。続いてのニュースです。チーム A の花形、天使の笑顔として知られる篠田麻里子さん20歳のソロ写真集が開けて今日発売されることが分かりました。また年齢ごまかして。マリちゃんどう見られたいのよ。マリちゃんの年齢僕知ってるよ。ほら27。ごめんねマリちゃん。それではその中身をご覧ください。 AKB メンバー初となるソロ写真集のタイトルはペンデュラム。2カ国で撮影されたこの写真集の中にはクール&セクシーな2つの顔の篠田さんがたっぷり詰まっています。ちょ、マリちゃんこれと同じポーズ撮ってみてよ。ほらこうやって胸隠してペンデュラム。せな、なんつったの今。それでは今夜はこの辺でグッナイ。ちょっとマリちゃん今なんつったの、今なんつったの、なんつったの。
さあ今 i モードで絶賛配信中、 AKB の最新サマーソング、ベイビーベイビーベイビー。